月1日、大和大学で開学10周年記念式典が行われました。式典は今年3月に完成した大和アリーナで開かれ、各学部 1,2 年生が出席しました。田野瀬良太郎学長は、今年6つ目の学部となる情報学部も誕生し、これからスタートなので教職員一丸となって頑張っていきたいと決意を述べました。式典に引き続き行われたセレモニーでは、サプライズゲストとして吉本芸人のスマイルが登場しました。また吹奏楽部の演奏やストリートダンス部ネクストによるダンスパフォーマンスが行われ、会場が盛り上がりました。10周年を迎えた大和大学の進化に目が離せません。